この時期はね、うん、もうこういう公開番組は大変ですよ。なんでですか？キャッチはね、疲れてますからもう。あ、そう。今日はすごいらしいですよ、温度。あ、なんかもう 30？ はい、39度。お、ありがとう。39度ですよ。もう39度も80、あの、何だ、 80？ 君に何、太陽とすれ違ったの君。誰でもすれ違うやん。みんなすれ違うやんけ。いや俺だけまんまで言ったことか。まあまあそれはいいんですけども、どないなもんでしょうかね。あのね、はい、あ、そう、さっきもう忘れうち言うときますけど、ほら、あのちょっとイベントやるでしょ。何イベントって？24時間かけてイベントを。あ、君がね。いやこの番組で。あ、この番組で、ね、やるでしょ。あ、はいはい、で今のうちに、あの多分もう住所出ると思いますけど、はがき送ってくれと、来たい人は。あは、個人的に連絡しますと。ほうほうほう。じゃないといついつここでやりますって言うたら、関係ないやつが来る場合あるじゃないですか。あ、なるほどね。だからもう呼ぶ人数だけ分しか、あの通知しませんから。はい、はがき24時間一緒にね。あんまやる気ないみたいな。今日ほんま特に客だれてるよな。ちょ、お前やろ。俺ね、何でもね、倍返しの松本言われるぐらいですからね。もうやってもうたら、客がだれてる時はね、その倍俺もだれるから。なんでや。だから倍返しですよ。立場が違う。お前ここへ立っとんねん。君らね、勘違いしたらあかんよ。君らあのドリフ大爆笑のあのババアなのよ。違う、基本的にはそうなんですよ。きっかけですから、急ですから。いや急やけど、それはもうちょっと考えないとね。君たち本当ダメですよ。いや、そんなこんなところで説教してどうするの。あのね、こう横にある肘つきにね、肘つき、肘立てにね、肘立て、肘掛けでええやん。肘掛けに乗せない。あ、聞けよ、ほら。乗せない。いやいや、乗せてない乗せてない、みんな乗せてない、みんなこうやってるやん。シャキッとしなさい。大丈夫ですよ。太らないそこ。いや、こらシャール、今急に太ったんちゃうやんけ。ダメ。喋ってる間にブク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 やったら、そらこらー言われるけどやな。ちょっと目に余ります。しゃあない。ほら、しゃあない。だけど、でもね、お前もうちょっと痩せん。最近何ですか、変わったことがございますですか。雨は降りましたか。雨もうその辺は大丈夫になってんの。いや全然大丈夫ちゃいますよ。でもね、あれ東京も今やばいんですよ。あのね、違うね、あれね、ビビらし入るんですよ。ビビらしが、ニュースを皆さん 100% 信用しちゃダメですよ。ああいうのは全部大げさに言うんですよ。そんなことないわ。いや、大げさに言うて損はないから。いや損とか得の問題じゃん。ニュースなんて映像ちゃんと見せ説明してんねやんけ。水がないんやから、水がないとこ。じゃあほんまあるんですよ。いやないやん。ニュースっていうのは本当そうなんですよ。みんなね、あれね、本当大げさに言うの。言うの違うって。ん映像お前はなんかおかしいぞって。見たまま映して喋っとんねやから、お前嘘やないやろ。違う、お前アホやな。お前は田舎侍。田舎もんやけど侍じゃないから。知らんねん、東京の貯水池は。知らんねん。知らんねん言われても。知らんねん。東京のえ東京の貯水池は。僕大丈夫。東京の貯水池は1個じゃないんです。何個かあるんです。その1個の干上がったとこばっかりを映してるだけで、本当はあるんです。いやないって。ないからこそ今なんや、東京も何パーセントなんや、節水やなんや言うてん。いや、それはないとこがあるでしょ、四国とか、あっこで水がない言うてんのに、東京の人間が。なんで寿司食うの。待って、水がないのは分かるわい。なんで寿司食うの。いや寿司食うてへんやないか。おいや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 、寿司やない、寿司やない。いやインド料理かも分かれへんやないか。何でも寿司やと思うな、お前。こうやったら寿司やんけ、お前。思うことなかれ。何を言ったんだ。いや、でも水は本当はあるんですけどね。いや、ないって。いや、そう、あるって。さあ、ないよ。あるって。ないない。あるって。ないない。ないって。なんで米買ってないないとか言うて、結局ね、もう売っとるわない。な、あったやろ。だから言うてね、水も一緒やん。何やねん、うるさいな、お前。ほんまやって、あんねんって。ちょっと
話は変わるけど、今の高校生は怖いよとか言うやんか。あんな昔も一緒やって。なんだ昔の方が怖かったよ。そうか。そうですよ。昔の高校、昔のってよお前。な、何今から数え歌かなんか歌ってくれるの？歌ってくれるの？昔の高校生はパンツ売るとこはなかったから売れへんかっただけで、うん、ね、買うてくれるとこあったら昔から売ってましたよそれは。あ、そう。そうですよ。そうなのかな。そういうふうに言うからね。でみんなはもうそれをまた信じてね、うん、39度さっき誰か言いましたけど、うん、そんなないんだ。それは見てわかるもんやないか。そう、ほんま君は騙されたらあかん。いやいや、見てわかるもんはそら夏や夏やって言うけどね、そんな夏でもない。いや夏やん。いや、夏まっこけやん。夏やん。気のもんやねんって、そういう感じがしてるだけやねん。いや違う、ダウンタウン言うてるけど、そんなダウンタウンやん。今日はね、ハガキ多いんですよ。あ、そうですか、うん、多すぎて迷っちゃうよ。お母さん飛べないよ。大人が僕を睨むよ。相方が焼けすぎなんだ。さあどれにしましょう。どれ？どれでもええやん。今お前今日これマジやで、うん、ほんまあのテレとかそんな一切なしでええで、うん、ちょっと可愛いって思ったやろ俺のこと。お前のこと。いやもうほんまもうそんなもうマジでええから。え、俺がお前のことを今可愛いって思った。じゃあこれどれがええって言うだけ。ほんまちょっとほんまちょっとだけで思ったやろ。あ、可愛いって、うん、じゃあほんまにほんまにほんまに、うん、何そんな。いやいや何やねん今のこれが。だからうんって言ってるやん。人は匂いを嗅ぐときなぜ真顔になるのですか。これはでも言えますね。でも笑いながらなんて匂いかなあれへんでしょ。あなたもね、うん、あのかなりほらあのエロ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 の国の王子様じゃないですか。ね、だから女のパンツ匂ったことあるでしょ。ありますよ。さらっと言うね、まあ私もありますけど、そん時って笑てないか。いやいや、それは匂おうとするこの辺までは笑てんちゃうの。あ、笑てるかな。いざやっぱり匂わなあかん時は中途半端なことしてられへんから。中途半端なことはしてられんでしょ。笑いながらやったら何や分かれへんやん。いやいや、そんな笑いはない。いやなんか人間がほら、人間って車のあのチェンジと一緒ですよね。ニュートラルの状況ってあるやんか、はいはい、だから匂う時っていうのはニュートラルにして、それで臭いか臭くないかを判断して、臭かったらガチャってこうやるっていう考え方だと思うんですよね。ここプラプラの状態なんですよ。なるほど。めっちゃ臭かったらもう5足ぐらいガンって。めっちゃクソって何。分かれへん。僕分かれへんから。めっちゃ臭かったら、うん、そうやろ、うんうん、いや俺めっちゃ臭かったら言うたよ。いやめっちゃ臭かったら。いや何やねんそれ。何やねん。めっちゃ臭かった。何やねん。私の家の裏はトラックがたびたび通ります、はい、その中で一台だけ左に曲がります、左に曲がりますとトラックから言葉が発するんです。このトラックはなぜ何の目的で毎回言うのでしょうか。いやだからトラックってほら内輪さ、うん、こう巻き込むから、うん、危ないじゃないですか。左に上がりますって言って言うたった方が、うん、あ曲がんねやってパッと止まれるでしょ、はいはいはい、そう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 、うん、だからあの内輪さっていうのはトラックの技ですよね。一つの技なんですか。技です。いやあれはもうどうしようもないんじゃないですか。いやいやいや、必殺技なんです。仮面ライダー、仮面ライダーの必殺技はライダーキック。ライダーキック、内輪差、ライダーキック似てるね。どこがやん。ライダーの必殺技はライダーキック。ライダーの必殺技はって必殺技でしょ。ライダーの必殺技がライダーキック、はいはいはい、
トラックの必殺技が内輪差。これはおかしい。必殺技、まあまあ、わ分かる分かる。今の話は分かる。さあそれではここでです、ここで本題に入ります、はい、仮面ライダーはライダーキックをするとき、うん、何も言わずに蹴ってきません。蹴り前におい、何や蹴り前は何ですか。蹴る前にライダーキック、あーやります。あーって言う、とうや。トラックも内輪差いくで、内輪差いくで、左に曲がります。ジェントルマン、わあ、今日はあれですね。何がですか。まあかなり遅い時間になってしまいましたね。遅いですね。もう10時回りましたね。もう本当にね、お客さん疲れてんのかなと思ったんですけど、元気あるんですよ、ね。青ですわ。今日は2人とも疲れてますけども、山崎の前説よりは面白い。あ山崎さん、前説今日はどうやったの。今日の前説もすごかったですね。あ、まあいろいろありますわ、いろいろありますわあんまなんもないんですよね。まあ本当に今日は疲れましたですね。暑かったね。夏休みもしかし今年はなんかすごく長く感じるね。暑いからまだあります。まだまだありますよ。もう夏休みがあの嫌なんが嫌なんがっちゅうか困んのがね、よけえへん家にあの暑い炎天かな、うん、うちの家の隣の家の横っちょにこんだけ隙間あんのよ。唯一のまだ涼しげなところ、うん、そこへ入ってんねんジュース片手にすごいですね。もうなんかもう笑ってまうよな。マジックやもんな。こうずれてもこうなりよんねん。めちゃめちゃ車入れてたらほんまこうやって見てもうん、まあ、ほんまね家来んのもまあまあ困りもんなんやけど、うん、まあ来てね、あの頑張ってください、本当家来てごめんなさいとか言うてくれたら、はい、もう来んといてな、はい、まあ今日はもうしゃあないけども、うん、言えるね。あんま家来んといて、そういうの言えるやんか。言える言える。そういうコンタクトを取れへんやつがおんのよ。家来るくせに俺が出てきたら何か通りすがりのやつみたいな。何やねんと。喋ってきてくれんことには何も注意できへんやんか、うん、家来んといてなって言うたって、そらそら、いや私別に家来てませんって言われたら、うん、めちゃめちゃカッコ悪いし、何何や、自意識過剰か、何か自意識過剰か、私はたまたまここで人待ってたのよ言われたらポーッとなるなるなる。何や今のツッコミ何が新しいツッコミやな。何でやねん。うちもあの角があんねんけど、うん、そこに立ってるんよ、うん、家の前には来えへんや。あ、家の前で角に立って電柱のとこからこうやって人の家こう見てるからな、うんうんうん、何も言われへんがな、うん、間違いなくお前は家に来てるはずやと、うん、そうもうネタは上がっとんねん。ネタは上がっとんねんけどな。もうだってその目が惚れとるもんほんでね、うん、だから聞くと、まあ、僕らだけじゃなくて、うん、タレントさんいろいろそうなんでしょうけど、うん、大概ね夏休みはあの親からね、うん、会社に電話かかってくるんですって。うちの娘が、うん、まっちゃんとこに泊まりに行くと言ったまま帰ってきませんかそんなわけないんですよなあ。でそうそう、会社としても困るわけですよ。中にはほんまかも分からへんけども、うん、うわなんでおばちゃまに、なんでおばちゃまにまあな、うん、まあなでもそういう電話すごい多いですよ、やっぱり夏休みはね。そうか、やめてほしいなぁ思ってねぶっちゃけた話ね、ほんま来るんですよ、うん、止めてくださいとか言って、止めてくださいいうことですからね。は、まあ、この止めてくださいは家に止めてくださいが半分、あとの半分は私を突っ走る私を止めてください。やかましい勝手にせえやん、ノンストップ等しい。ノンストップ等しいじゃない何やノンストップ、ずっと行ったままやないか。違う違う違う、多分高校生とか中学生なんですよそういう子はね、うん、でそういう子を家にやっぱ入れれないじゃないですかいやいやいや、これは本当にこのすごい戦いなわけですよ自分の中では。一人で来よう。一人で来る。あ、そういうのはもう一人で来るの。一人で来ますよ。あ、もう
それはねやっぱできないですからね。いや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 、ほんまにほんまに、うん、いやいやほんまに、そら昔はね、うん、昔ってどれぐらい、半年ぐらい前。半年ぐらい前ってお前もうダウンタウンやないか。いやだから、あ、何お前の昔のはダウンタウンじゃない頃ってこと。いや、ない頃というか、まあまあまあ、まだなりかけぐらいの、なりかけぐらいの、あ、その頃か。俺はダウンタウンなんかな。誰に問うてんの。暇なんですよ、やることないから、夏休み言うてもお前。わし現役バリバリやんか。違え、夏休み暇なんですよ。油乗り切っとるやないか。自分で言うな。そんなこと。いやいや、そう、あの学生さんはだからもう家によう来てね、もう本当にやめてほしいですよね。でもしゃあない、まだまだ夏休み続きますから。続きますから、まだまだ来るんじゃないですか。本当家には来ないでください、もうマジで。はがき行きますか。はい、はい、はがき出してください。うん、カレーパンにはカレー、ジャムパンにはジャムが入っています。なぜメロンパンにはメロンが入っていないのにメロンパンなのかっていうのがね。もうね、この番組やりだしても4年ぐらい経ちますけどね、ほんと多いですわ。あ、そう。もう無視してたんです。アホ、うん、なこと言うなと、うん、大人なめんなと。いやいやいや、なめてんや別に。さあ、はい、あなた。いや、なめんや。なんでメロンパンにメロンが入ってないのに。いや違うよ、メロンパンいうのはもう見た目で名前つけたんでしょ。どこがメロンなんですか。柄で、うんうん、ほんなこれはあなたを大空つなぎって言うんですよ。お前水色やったら大空になる。はっきり言わせていただきましてね、うん、メロンパンやからメロンが入ってるっていう考え方が間違ってるわけですよ。ただでもこの子に関してはジャムパンはジャムが入ってる、うん、ね、うん、クリームパンにもクリームが入ってると、うん、そしたら何かいと、うんうん、名前がついたら全部中に入ってなかったらあかんのかいと。いや、ただこれに関してはメガネザルの中にはメガネは入ってない。そんなこと言うてんじゃん。なあ、何や、パンの話してんの。わしは今メガネザルの。いや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 、はがきはパンや。ハワキはパンか。痛いとこつくな。ほなもうパンだけに限定して話しましょう。あ、メガネザル関係ないの。関係ない。いや君分かってん、メガネザル。メガネ入ってるから。それはなし、それはなし。パンの話。それはなし。それで言うてくれたら分かりやすいよ。フランスパン。フランスパンはどうなるんですか。あれはフランスで最初作られたパンですですよね、うん、多分そんなとこなんです。まあそんなとこでしょう。全然フランスじゃないじゃないですか。中にフランスなんて入ってません。クロワッサン何が入ってるんですか。何なんでしょう、クロワッサンとは。なんかこんなやつやん。ウグイスパン。俺あんまりそれにはあんまり親近感ないから。ウグイスパンはどんなパン。ウグイスパンってどんなパンやん。いやいやいや、お前に聞いてんの。ウグイスパンってどんなパン。いや、お前に聞いてんの。あのね、うん、なんか中に緑のあんが入ってるんですよ、うん、あ、そうなんや。そう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 、それをウグイスパン。今アテスポで言うた。違う違う違う、それをウグイスパンと人は言うんですよ。でも全然ウグイスじゃないし、あれをいくら木の上に置いてても、うるさいな。ウグイスは自分に似てるなんて誰もウグイスを思わないですよね。いや、見た目じゃないの、うん、色、ウグイスって緑とかそういうことじゃないの。見た目で名前つけて、はい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 、いいですよ、それで。そういうところじゃないんですか。まあね、うんうん、え、納得してどうするの。サッカーを見ていていつも思うんですが、サッカー選手はゴールしたら何か大喜びしなければいけない理由でもあるのでしょうか。まあアピールしてるんでしょう、俺が入れたんやと。でもなんかもう一つ、みんな変化ないよな、みんな同じような、うん、あれやんな。あなたサッカー興味ないんですか。まあサッカーやったまで野球の方が、ああ、うん、そうですか。
お前見えへんやろ。何が何が。サッカーサッカー見えへんやろ。見えへんっていうかもう僕ですからね、そのサッカーは。お疲れ。私には悪運霊がついています。いつもうまくいきそうなところでダメになってしまうんです。もう長いことついています。どうすれば悪運霊を払うことができる。知るかそんなに。勝手に思ってるだけやろ。運が悪いんやろ。たまたま、わあ今のはなんかガーッと、お前なんか勝手に思ってるだけなんじゃえという中になんか優しさを出してるね。どこがや。昔の芸人みたいだ。どこがや。これがこいつの手ですよ。アホなこと言え。例えば私今悩んでるのって言うと、普通の軟弱な男はどうして悩んでるの。それお構えや。甘ったれるな。そこがこいつの手ですよね。お前何を言うとんの。まあまあ、運が悪いんですよ。運が悪いんです、ここぞという時にね。ただね、あの運というのはね、あのそういうもんじゃないんですね。みんな運っていうことをなんか勘違いしてますね。例えば言うじゃないですか、こんなことに運を使ってしまったら損だ。はいはい、言いますね。おかしいんですよ。なんでそんなことに運を使ってしまったことも運なんですよ。うん。止まるな止まるな。誰に言うてん、誰に。ここほんまに出るとこやから。どこ。あ、先生、先生出るんですか。ここほんまに出るとこやから。出ますか。うん、はい、ちゃんとチェックしておきます。去年の都立で。ちゃうまい。ただまあ自分が運が悪い運が悪いと思ってるとね、どんどん運って悪くなっていきますから。まあでも立て続けになんかこう怪我したりとか物落としたりとかも。俺あったよ。え、俺あったよ。あ、そう。あのね、あれね、何やったかな、忘れたわ。何やった。もう思い出すやつやな。思い出す雰囲気もなかったから。普段使っている英語ってちゃんと和訳できない言葉がありますが、パーマやタクシーは何と訳せばいいのですか。パーマ、パーマは英語でしょうね。あ、そうなんですか。パーマネント。パーマネント。そうそう。先生教えてもらってるやん。パーマネントってなんや。パーマ、うん、パーマっていうのは巻くってことなんですよ。そうですか。でネントっていうのは何々していこうっていう。巻いていこう、巻いていこう、巻いていこう。巻いていこうはまあまあ、あ、進行形ですよ。なんか巻きでいこう、巻いていこう、巻きでいこう。そう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 、それパーマネント。パーマネント。例えばサングラスにしたってないじゃないですか。何が。日本語グラスっていうのは何か知ってますか。ん、グラス、ガラスってことですよね。もう二通りよ。ちょっと。違うの。もうもう。でもこれ別にそうじゃない。それでも。このガール、このグラスとかこれとかっていう場合もあるし、どっちのこと言ってるのか、僕もちょっと見当つけないんですけど。まあそれは先生判断して。ああ、わかりました。なら、なら、セットで。何を言ってんの。Gentlemen. いや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 、あのね、この番組ほらいろんなホールでやってるじゃないですか。はい、まあ割と固定せずに、はい、まあ明日は麹町、明日はなんたら、いろいろ言ってね。ここのホールが一番空調の状態悪いですね。先週なんかね、始まるのちょっと遅かったんですよ。でオープニング出てきてね、しばらく喋ってたら、喋ったあれ5分後ぐらいかな、うーんって切れやがんねん。それは時間になったら切れるようになってるんです。なんで。ここは一応10時までですから。
先週始まるの確かに遅かったですよ。うん、始まった途端にもう10時回ったん。そう言うたってお前出てきて人が一生懸命喋って汗だらーかいてる状態でもうインプットされてんね。10時になったら切れんね。これ申し訳ないな、ごめんね。暑い、暑すぎます。みんな暑いし鼻低くなるわ。なんでやん、見せてくれ。おい空調切ってくれ。お前な、うん、人学的な、人類的学的なことが全然分かってないな。お何、その前に何を言うてるかお前分かってない。全然分かれ。そうお前や。暑い国は鼻が低い、今のギャグにはこういう解釈がございます。ございましょう。あ、宮治さん。宮治さん、これはなぜでしょう。なんでぜ、そうって言われる。いや、なんでですか、分かりません、教えてください。ね、はい、アホなこと、あのね、いやいやいや、なんでですか。暑い国は、暑い国、か、寒い国。何を言うの。自分で言うや。お前はなんだ、お前はなんだ。いや、2回も言われてもさ、暑い国か、お前は、寒い国か、どっちだ、お前は。ちょっと偉そうですね。な、まあいいっすわ。な、なんすか。寒い国。寒い国は難しいな。なんでやねん。お前がいいね。やらしいな、自分。もうボケのためにはそこまで。やらしいな、自分。寒い国は、大気中の温度が低いから、鼻に直接入ると体に害がございます。それで鼻を高くすることによって、寒い外気が体に入ってくるまでの時間を少しでも長くしようという気持ちが鼻が高くなるわけです。そして暑い国はダイレクトに受け止めてもいいから、だん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 鼻がこう低くなっていくわけです。さあそれやる、それで。さあ そこで、はい、お盆の話を。何を言うの。何を言っても、何がお盆や。どうですか、もう最近は。最近ね、はい、うん、あ、この間ね、テレビ見てたら、うん、キョッキョッかなんかやってたんですよ、はい、夜中に、はいはい、ほんなら男のやつが3人ぐらい女引っ掛けてたんですわ、うんうん、まあ2人はね、うん、ちょっとサーファーっぽくて、うんうん、あ、まあ引っ掛かるやろと、うんうん、声かけるわっていうぐらいの、まあまあ可愛い子やったんですけど、うんうん、もう1人、うん、で黒のタンクトップ着て、うん、でなんかジーパン履いてて、この辺ちょっと破れて、こっちおしゃれな感じでこの辺こんなんつけて、こんなデブやん。ほんでその二人と一緒になってカーっておんねんやんか。でなんで声かけられてついていったのってレポーターに言われたら、可愛い方のやつは、まあまあでも別にいいかなと思ってとか言ったら、そんな豚のぶっさいみたいなやつが、フィーリングだよね。一番言うたらいかんことやん。そこで英語はダメ。俺それで思い出した、この間ワルタンがポパイ、うん、ポパイが笑わしてくれました私を。ああそう。今ワルの男がかっこいい特集。なんかワクワクするな。そうなんですよ。まあ俺も言うてもワルやから。まあその見出し見たら俺のことかいと思うじゃないですか。なるほど。まあ俺も入ってるやろ。ワル、悪という言葉にすごく敏感やから。うんうん、そりゃそうやろ。悪って言われたら、どうしたなんやおらってなるタイプの人ですから。あ、言われたらパッと。悪でなぜ悪いっていう考え方ですか。殺したのか。おもろいやないかい。見たらですね、もういろいろ書いてるんですよ。なるほど。芸能人か、芸能人の女の子が、うん、やっぱり悪い男はいいよね書いてんねん。優しいだけじゃ物足りない。はいはいはい。なんかカレー曜日みたいなこと言うとるんだ。なるほど、ね、なるほど。でバーってね、最後にその街で見かけた悪の男のカップル、うん、なるほど、悪の男はこれからモテんねや、悪やないとあかんなと俺も思いかけてた。その優しい写真が載ってるわ。街に出た悪との女カップル、うん、確かに男はこんなんなんですよ。ちょっと突っ張ってんねん。横におる女が全員ぶっさいくなんです。俺悪ええわ。悪なってそんな女捕まされんねん。生命保険のおばあみたいな。いやでもそんなもんちゃいますか。えそない
おおすごいなっていうのはおれへんでしょ。はい。いや、はい。あのポパイのね、特集はちょっと笑わせてもらいましたけど。ああ、そう。ええ。ただ俺はもうブラウン管で動くあのデブを見たからね。生身の。あのね、これね、3人女おるとね、まあ1人。うん、そらもうそらもうおんね。これもね、しゃあないんですって。これ人間はね、そういうもんなんですって。例えば芸能人で言うたってそうじゃないですか。いや、分からへん。芸能人ですよ。芸能人、うん。テレビに出てる、そう、タレントさん、芸能人、ちょ、言うてみ、芸能人、違う、芸能人、もっと芸能人、そう、芸能人、もっぺん言うてみ、芸能人、はい。例えば、うちこれ見てみよう、ダウンタウン、はい、ブサイク、ブサイク、渋め、ね、しゃあないんです、これは。しゃあない、全然たる事実なんです。参りました。私には電車のシートについてのどうしてもわからないことがあります。はい。それは8人掛け用のシートにはなぜか1人分ぐらいの色の切り替えであることです。ありますね。なんか茶色っぽくなってるとか、そういうことですか。あれは一体誰のため、いや何のために作られたものなんでしょうか。いや、あそこに誰か座ってくれたら、ほら、うん、8人ちゃんと座れるんです。なんかうーん熱帯夜みたいになってます、ね、暑いの。それは何、自分で考えたの、お母さんに教えてもらった。なんでやねん、あしゃもう31やん。なんでお母さん自分一人でここまで来たの。はい。誰が考えたの。誰が考えたっていうか、なんか言うてたよ、なんか、うん、それはまずいことを聞いたな。それは何、間違ったことをインプットされてるんですか。間違ったことを君は覚えてしまってるね。ほんまですか、うん、ちょっと教えてくださいよ。あれはね、はい、何を隠そうね、はい、あの色が違うとこに、はい、なんで色が違うか、最初は色は全部一緒やったんです。ところがあそこにずーっといつまでも座るジジイがいたんです。他のとこだけは火を浴びてどんどん色を合わせていったのにもかかわらず、そのジジイがずっといたことにより、あのジジイがそこにおったことによりちゃんと8人座れるようになった。全部違うでしょ。そんな違いますわ。ほんまのこと教えてくださいよ。ほんまのことを聞きたい、はい、どうしてもほんまのこと聞きたいねんな、お前は。何があってもほんまのことを聞きたいねんな。いや、そりゃそうですよ。もうちょっと時間をくれ。はい、最後に発表する。はい。どうして犯罪者にデブはいないのですか。そんなことないでしょ。あのね、うん、これはもうデブっていうのはね、まあ簡単に言うとしんどいんですよ。あ、そうなんですか。人を殺す気しないんです。人殺しだけちゃうやんけ、別に犯罪って。誰や君は。何信号入ってきとんねん。すいません、いろんな犯罪ありますからね。別に人殺しだけじゃないですから。あのね、最後に発表します。はい、今日は最後まで目が離されへんで。はちゃめちゃな30分になるで。今困りました。私は東京の人間ですが、はい、子供の頃よく友達の家へ遊びに行って、外からその友達を呼び出すとき、浜田くんなどと大声で叫び、そう、呼ばれた方もはーいとわざと語尾を伸ばして返事をしていました、うんうんうん、大阪ではどのように友達を呼び出しているのですか。またなぜ語尾を伸ばさなくてはならなかったのでしょうか。だから浜田、おいらは違うな、浜田くん
遊ぼう。そして小学校後半ぐらいになってくると声が変わってきて、声変わりというものがございますから、まあまあね、今まで出てたソプラノももう出なくなる、出なくなります。そこで考えたのが天田君。それ急変しすぎやけどな。リズム感のある子はハッハ浜田と浜浜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 人の家の玄関でバーンみたいな。違うんですか、東京はそんなんじゃなかったんですか。風呂入るときに10数えて出なさいとか言われたでしょ。あの数の数え方全然違う、全然違う。いい、おいらね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、ここが一番悲しいとこだよ。なんで悲しい。まあ、これ地方によってやっぱり違うんでしょう。だから大阪は僕らこうですけど、まだ九州北海道とか言ったらまだちゃうのも、違うんでしょうね。あのほら、大阪の人間は世界で一番歩くのが早いって言われてる。やっぱりリズム感なんですよ大阪って。ほんで一回大阪遊びに行って、その道歩いてる人をよく観察したら、やっぱり東京とは違いますよ。歩くのも早いし、たまに歩きながらもこういうのも平川さんバックもできるのよ。そういうのも入りますから、そういうところしっかり見ないとね。帰ろうか、もうな。な、もういいですよ、帰ろうや、もう、うん、ほな、お前言うてたこれちゃんと答えんか。お前やんけ。お前やんけ。きったな、きったな。お前やんけ。お前やんけ。俺そんなしてないもん。はい、答えろや。もっぺん、もっぺん言いなさい。何が聞きたいのか、もっぺん僕に言いなさい。立て直さないとダメだから。空気が悪いの。じゃあ言います。はい、あの電車ね、はい、ね、はい、シートあるじゃないですか。はいはいはい。で一箇所だけ茶色なんですよ、一箇所だけね、うん、なんでそこだけ茶色なんですかというご質問。クリーム色なんじゃないですか、一箇所だけ。じゃあまあクリーム色なんですよね。なんでそこだけクリーム色なんですかというおはがきなんですよ。わかりました、はい、昔はよくありました。まあ今でもあるんでしょうか、おじいちゃんおばあちゃん専用のとこも部分も設けられてる、シルバーシート、シルバーシートっていうのはちゃんと設けられてる、うん、ちゃんとそういうふうに役割みたいなものがございます。なるほどなるほど。飛行機でもファーストクラス、はいはい、ビジネスクラスというふうに分かれております。すべ、ね、てそれはそれに合った人が座るための椅子なの。なるほどなるほど。クリーム色になぜなってるか、クリーミーな人専用。一本それまで。俺怖かったよ。オッケー。途中俺めっちゃ怖かったよ。Ladies and gentlemen。先週ね、あの先週皆さん見ましたか、アッコさんのやつ。オープニング、オープニング、はいはいはい、アッコさん裁判、はい、あったでしょ、はい、でまあ僕あの吹き替えであれやったじゃないですか、うん、あの日の夜に入ってたんですよ、留守電が、留守電が、はい、アッコさんから、うん、それが、うん、アッコさんからって僕今言いましたけど全然分かれへんねん、うん、うわ頭おかしい、おっさんから入ってると思ったほんまに。名前言うてなかった、名前ね言うたんやけどね、携帯から雑音がねちょっとあってね、あ分かれへん、聞こえへんかったよ、うん、ほんでちょっと留守電聞いてみようと思ったら、パーって言ったら、あ、もしもし、今日はほんまありがとう、いや、おもろかったわ、いや、ほんまありがとう、おっさんや、おっさんや、何やねんこいつ、思ってそんな長いこと入れんないよぐらいメッセージ入ってるんですよ、ほんまにありがとう、うちおもろいの好きやからな、うん、楽しかったわ、一応かけてけんと思うけど電話番号かあの入れとくわ、うん、あのもしあれやったらうちまたして、うんうんうん、忘れてもうた。
うちもええ加減やなとか言うて、なんやこのおっさんって、まあうちなほんまおもろ好きや、うちうち言うとれないか、でもあの声はわからんねんて、うちもおもろいの好きやから、まあ歌手やけど、歌手？何やねんこのおっさん、それでもまだおっさん、それでもわからんかったね。男はほんまよたら電話してきよるよな。こんなん言ってたらおっさん見とるからね。おっさん見てるから。もう早いこと携帯の電話番号変えない。変えるわ。おっさん。わだ。ほら、俺が声変えてやってたもん。あながちひどくなかったんやな。結構おてたりなんですね。結構おてたんですよ。怖いわ。恐ろしいっすわ。俺この間フジテレビの廊下で。うん、いや、ありました。うん。喋りながらバーって何気なく止まってパッと見たら、うわ、はーって出てんけど、俺パッと見つけて、あ、そう。見てんねや。いつバレてるやん。そりゃどこまでもお前を見てこう言ったわけでしょ。何もバナナ忘れたわけじゃないでしょ。それやったら、あとか言うやん。忘れてんねんやったら、あ、言うて、あ、言えへんかったんじゃ、完璧に俺見てる、完璧にそうですよ、嫌われてんねん、それは。あれやな、あれ知ってる、あれ何やったかな、アメリカでね、うん、やってるね、うん、喧嘩みたいな格闘技してる、こっちに殴ってんの、ビデオも出てるよ、あ、何でもありでね、うん、金的蹴り、うん、あと噛みつき、うん、目つぶし、うん、以外は何でもありやねん、何でもあり言うてん、ね、3つあかんやん、何入れてんの、3つあかんやん、でもとりあえずなんで揺れん、なんでボイン、ボインを強調してんの、とりあえず揺らしてごまかしてるから、あ、その3つ、その3つ以外はええわけ、言葉がまずかった分ボディで補おうかな、その3つ以外は何でもありやねんって、すごいと思えへん、手はどうなってんの、なんかグロ、やっぱりそれは当然グローブはめてんねん、グローブはめへんよ、素手やで、あ、そう、まあグローブはめるやつもおるよ、どないやねんなあ、そうなんで見てんの、そうだ、いや、相撲対空手とかあるねんで、ほんでごっつい豚と空手や、うん、豚がもうカーンたらうわじゃあお前ねんて、豚が張り手でガーくんねんけど、その空手のやつがバーン倒して豚パーン蹴られて歯パーンって最初あんなに勢いあったのにね、なんか泣いてんねん、もうお腹減ったー言うてんねん、痛い痛いあどんどん、うーん、引く引く言うてね、あれはおもろいわ、あ、そうですか、そう、一回ほんま出ないかんなと思ってね、自分は何のスタイルで出るの、ついけんでしょうね、肩、肩にしてる、いや、ツボ、ツボみたいな、水、亀みたいな、亀みたいなの持ってますから、もうこっからでも亀持ってたら攻撃できへん、そうやな、日本でやるとき出えやじゅん、いやいや、ほんまやね、出ないかんな思って、うん、え、今ハグした人は何、芸人の死んでるとこ見たいって、鼻から鼻から曲げる気ないでもね、やっぱ俺あんな見えて思うけど、いろんな空手とかカンフーとかキックボクシングいろいろあるけど、やっぱ一番強いのはうんこ掘ってくるやつやって、これには勝てんって、それお前、いやもう何段やろ、空手何段やろうが、やっぱうんこ掘られたらどうしようもないもん、いや違うって、それはってやってもうんこつくからね、それはつくん嫌やからどうしようもないねん、そうや、そんなもんほんまにやる気あったらつこうがないしょ、かまへんわ、ベチャーっとついたってつかんだらしまいやん、いやでもお前嫁はん逃げるで、そんなことして誰のやん、そいつの
うんこまみれでお前あんたとこのご主人戦ってましたで、ね、違うな、勝ってましたけどって言われても国変えるでよ、お前うんこ掘ってくるんだって1個か2個ぐらいやんけ。違う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 、そんな山ほど、ほんなら最初からうんこ山ほど用意してガーって来んのか、よろしくそうや、あの麺みたいなもんや細麺みたいなもんやガッそんなもんそりゃあかんや、そ無理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 そんな山ほどうんこ集めよう思ったらお前あいつ今日お前何やと思う、もう人の朝一緒に行こう言って俺の車、はあ、もうブルーやね。それはタカス、タカス、タカス、なんどないしたんや、見てこれなんかちょっとだけここにニキビみたいなちっちゃいのできてんやもう何着ても似合えへんもうだよ、おー三好くん、なんで声かけてやったらいいもんやこれもびっくりこいてもんて、そうですか、急ブレーキ踏んだようなこと待て待てほらひどかったもんなんか食堂、いつも行く食堂行ったらおばちゃんがずっと俺の鼻見てんねん、見てえへんかんさぶろうかお前おばちゃんが見るぐらいやからいきますわ、もうそうですか、いろんな人いますわね、まあね、まあまあいいですわラジオ体操第2で、うん、ガニ股になってやる体操がありますが、それは何の効果があるんでしょうか。ガニ股、うん、あのね、どんな、あ、そうそうこれですよ、かっこ悪いなこれには一体何の効果が、あれですよ、この内股のここを鍛えるんですよ。いやいや、ほなこれはやそれは勢いつけてやらんと、お前そんなんおかしいあれなんかいろいろあったな、これはこれはなんかこうやってこうやろ、いやこれは分かんないけど最初のこれなんかこっからこう行くよりもなんかこう行ってからこう行った方が行くじゃないですか。いやみんな意味あるんですよ。確かにこれの意味がもう一つようわからんっていうのはありますよね。何なんですか。あのよう見た人はわかるけど、こうですよ。ね？こうですよ。おなんか体操似合えへん男やな。こうこれ見たらなんとなく分かってきたでしょ。今どう考えてもこことここしかない。こう初恋の人に会えるって初恋の人に会えるの、会えるんですよこうやって。なんで違うあかんあかん、逆、逆ちゃう、逆ちゃう、逆ちゃう逆でもないね松本さん、よく内股のほくろは色っぽいとか、ここの胸のほくろはいねえなどと言いますが、そんな言うてるか。どのようにあるほくろがいいというのですか。ちなみに私は腰に一つあります。まず、ここにあるのが泣きぼくろって言われます。そうね、あのすぐ涙もろい人がここにあるんです。あ、そうなの。そうそう。で、あとここの口の周りにあるほくろは食いっぱぐれないっていう。で、こう首のとこにあるのはこうなんていうのかな、首っぱぐれないっていう。ちょっと待って、食いっぱぐれないのはね、もうみんな分かった、はいはい、あ、そうなんや、はい、首っぱぐれないっていうのごめん、ほんま、俺だけかも分からない、今あんま意味が分からない。首にはこと足りひん。いや、あるの、いっぱいもうどこも行けへんし。いやいやいや、常に首が首に満たされてる。私の周りにくだらないダジャレを飛ばすやつがいるのですが、うん、リアクションをするのに日々とても困っています。どう対処するのが一番良いか教えてください。あの和田弁なんて大変やもんな大変です。
しかもそれがね、自分のなんていうのか目上の人っていうかね、そう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 、全然関係ないおっさんやったらいいんですけど、まあ言うても先輩とか、うん、そんなんなってきた時にほんまにもうどうしようもない。笑えへんって笑えへんか、そのな、うん、その顔してるわけいけへんや、うん、そうそうそう、そういう時はね一番楽な、うん、一番楽な引くんですよ、声を引かすん、あと手を加えてやるんですよ。もうこれは全然負担かからないんですよ。さんま兄さんやから、うん、あのタモリさんと喋ってる時にさんまさんようやってみてね。お前が言うてんから俺は笑ってた。俺笑ってた。まあこれがでも一番楽なんですよ。あと関根さんがたまに最近やってますけど、中村玉緒笑いも結構楽なんですよ。何言われても、それはなんかあれも楽なんですよ。カズに怒られます言ってたらいい。全然似てへんな。僕は上がり症で困っています。どうやったらこの上がり症を治せるのか教えてください。あなた上がり症ですか？いやそんなことないですけど、ああ俺な、でもこんな仕事してるから全然上がれへんと思われてるけどもな。お前は思われてるけどな。俺も上がり症やで。あ、わかるわかる。サルティンバンコ見に行った時に客やったのにガーッと出されて、なんかピリオと絡まされて、あ、言うてたね。もう足ガクガクやったもん。もう上がってもうて。うん、もうちょっと緊張してもそうそうそう、そんなもんですよ。まあまあね、うん、これは何なんでしょう。上がり症言われたってどこまでっていうのは書いてないから分かる。顔ごっちゃ赤なるやつおるやん。はい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 。俺もなるのよ。ええー、じゃあほんまにほんまにどういう時あんたか分からんの。上がった時やんけ。対して広がりもせんやん。ほら読むな。電車に乗るときにいつも思うのですが、うん、車両の下の方に書いてあるクハモハという言葉は何を意味しているんですか。どこに書いてるの。やや下目の端っこのとこやな、角の辺や。車両に書いてるの、うん、クハで、ちょっと数字打ったと3桁とか4桁とかなんか、うん、なんで書いてるの。あれはね、よう聞いてたら分かるんですよね。何を聞いてたの。誰の言葉を聞いてたの。書いてるだけやん。いやいやいや違うやろ。いやいや、ちゃうんちゃうん。何、あのね、クハの電車はね、あ、えらいもんでね、こうガタン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 っていう時にね、クハーみたいな。最近何悪いと思ってるよ。ベタベタしますね。暑いですな。暑いですね。こんなベタベタするのは嫌ですね。本当にもう、あの女の人はまだベタベタはいいんですけどね、うん、この男は特に損ですよね。あのね、女の、まあほとんど女の人多いですけど、女の人もわからないでしょうけど、やっぱ男が何が辛いと言ってこの袋のね、この内太ももへの密着、これはね、そしてかゆさ、おん、かゆい。たまにこうやってローリングせなあかん時あるじゃないですか。ただね、一つ言うたら君トランクスでしょ。あ、トランクスだから余計なんですよ。はあ、はあ、はあ、ブリーフってね結構包んでるから、そんなにわしら隔たりないからね、ベッタなでしょ。トランクスは多分なると思いますわ。そうでしょ、うん、もうね、本当にもうこんなある方なんだけど、もうベッタベタなんですよ。いや、こうしたらいいよ。ただね、あ、そう、それで思い出した、トランクスの人って、うん、ここスカスカじゃないですか。ブリーフやったら包まれるから、うん、残尿になっても中にヒューンってなんかパンツに、あ、染みてる染みてるって感じするんですけど、
お前おじいか。残業はないわ。たまにあるがな。それはお前も自分の意志で自分のボディ操れてないんよ。違うね違うね。ソールドアウトってできるやん。違うねんって。ジャージとかの時にこうやって無理からこうやる時にさ、はいはいはい、終わってる思ってプッと緩めた瞬間に、うん、ふーんって上がってた頭が一瞬ふーっと下がったら残尿がちょろちょろちょろってやったことない？っていうか残尿がないから、そんな抑えられてないから残尿はないもん。たまにだからここがグッと上がったのが証明する時あるやろハゲコラ。まるでヤクザの言い方してる今の金八先生のあの先生もうええ。あのね昨日ね、はい、正面してたらね、パッと やってる人がおったんですよ昨日トイレを、うん、でバーッと俺やってたらもう終わったんですよ隣、うん、なのに、うん、もう俺横でもうええやろってまだって帰ったやつがおった。尿欠席ちゃうかそれ。何それ。尿に欠席がある。尿欠席そのままやな。だから引っかかって痛いんですよ。だからこう振って出そうとするんだ。いやそれはないやん。出るからね。そんなに振れへんやろ。そんなに振れへんね。あと俺ねやっぱりなんて言うんやろ、所詮俺みたいな人間はって落ち込んで何を言ってんのしまう時がたまにありますね、うん、さあどういう時に。あのねあのうんこしてる時なんかこう、うんこしててブリ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 って、まあ誰もおれへんしブリ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 、誰かがガンって入ってくる音がしたらなぜか息をこう潜めてしまうじゃないか。それはわかります。なんで俺は姑息な人間なんやろ。それはみんなちゃうか。そう俺もそう。なんで隠れんねんと。バッと入った時、あ今やったら一気にできると思って、うん、ガーやったらバタンとかバタンってくるやろ。ほんならもうなんかもうトイレットペーパーもカランカランなれへんやん。上ちょっとこうやってちょっと上げてやってるやんか。それを自分がすごい嫌いやねん。最初一人の時は俺はね言うてるぞ。まあいいやここで態度はね俺はな言うてる言うてる。ほんでバーって言ったらあのね僕ねって言うてる。態度変わってんの。あれはねそれよう分かりますわ。でもねたまにおるで海の男みたいなんが惚れるね。男が男に惚れるな。あの子ってブリ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 俺もね先出て待っときたいもん。どんなやつか。ドイツやと弟子にしてくださいと何学ぶねん。それでね、はい、我慢してちょっとずつババこいてるじゃないですか、はいはい、隣におるから思って。なうちの月村とか便所張ってきて、うん、浜田さん最悪や。もう一番やったらあかん。あ歯ブラシあの楽屋置いてきましたから。返事せなしゃあないよ。うん違う浜田さんに思わそう思って。おお言うたらおりん。おおあった言うたらもうバレバレやから。そうやそうや。そりゃお前人が聞いたら浜しようかな思う。そう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 言うても、うん、24時間が近づいてきましたね。あそうですね。これもハガキの募集はしてんのぼちぼち。なんかえらい山ほど来てたらしいよ。あそうですか、うん、もうなんか収集つけんようになるからもうやめたっちゅうて。もう今までやった人だけで選ぶらしい。あそうですか、ね、俺どうするお前せやけどマジで。あんなん言うたはええけどもはいある意味ダチョウよりしんどいかもしれんぞ。まあなまああれだまた違う性質のもんですけどね。まあね、しかもダチョウみたいにな、うん、ほんまに24時間カメラが追いかけてくれて頑張れ頑張れってみんなが言うてくれたらな。そらやりがいもあるわ。そらやりがいもあるわいや。こっちは別にほらこっちは別にな誰のためにもならんようなことやってるわけですよ。頑張れとも言うてくれへんし、ファックスも届けへんし、ファックスも届けへんし、ねえ、どうしますこれ。いや誰に聞いてんの。でこれ二人でやってるから一人がお前がもしまあ俺でもええわい倒れたとしましょう。どうすんねん。いやもうこうやってやるわ。せやからねほんまあれですって。
いや大変ですよ俺はな、うん、俺はまあお前が倒れてもほらモノマネショーができる誰のやねん俺センマナめちゃめちゃうまいよそれねコロッケのものコロッケがやってる千馬さん違う俺が編み出した千馬さんやんいやコロッケあ俺なまたモノマネ増えてんねんこの間だいぶ長いこと、はいはいはいね、東名高速の料金所の自動販売機自動発見機みたいな線が出てるこうパーってつくやろでパーって入れるやんか、うん、ねめちゃめちゃ似てんで、うん、料金は何やんなうわぁ何やトイレのドアの片隅にある小さな窓は何なんですか何か意味を持っているのですかえどこですかこう昔の困難で言うとこの辺になかったですかあれちゃうの換気扇ついてないとこについてるとかそんなんちゃうの、はあ、換気用のババ臭いやんやったら換気用じゃないんですか換気用じゃないんですよでもちゃんと必要があるんですあ分からんな分からないですか、分からないなんでついてんの教えてほしい、うんまあ教えてあげてもいいけど、うんうん、夜ね、うん、夜とか、うん、もう家の人もみんな寝てますから、うん、あそこの窓を開けとかないと外で遊んでたうんこがね組み立てなのそれあまあ組み立てとか何まあ組み立てとかなんでバレやババの話してて喋ってんのがババあ勝手なこと言わんといてくれ人のボケを作らんといてくれ誰もがそう思うこうやって一個一個みんな勉強していこうや、はいはいはい、まだ俺の世界に到達できへんでしょうけどねまあまあね一個一個一個それはもうそれはそうですよそうですよ、うんうん、それはもう勉強させてもらいますよお笑い界で一番セクシーだと思うのはというアンケートでこの間雑誌を見たら1位に松本さんが入っていましたどうしたらセクシーになれるのか教えたったらええやんどうやったらセクシーになるの、まあ今日ねこれ来られてるお客さんもそうね 85% ぐらいは僕のファンなんだけどもまあファンの人ならね、うん、もうほとんどの人気づいてると思うんですよ、はいはい、まあほとんどの人がもう気づいてるからあんまりこんなこと言いたくないんですけども、うんうん、僕はこうやってお前と会話しながらも、うん、全部こっちに神経集中させてると思わしながらもうなじを強調してる時があったわね今まであったからちょっと待ってあったわね今気づいてたと思うけどこの辺のお客さんは特にお前今初めてやったよねあ君ね、はい、正面流せよ何やの楽屋で便所行くのかまへんわい、うん、流せ何や俺が流せへんかったって言うんかいお俺が正面を流せへんかったって言うんかいお何が悪いんじゃ何やお前開き直せってすんタバコなんか火つけてなそうじゃんお前もそれやないか違うわな待てじゃ待てよ火つけてなよう灰皿置いてあるそうこいつな消せへんねんじゃ言うやろそうやお前はいつもそうしょんべん行ったら流せへんねんお前な言うとくけどなしょんべん流せへんのは誰にも迷惑かかれへんねんかかるやないかよ何がかかんねんお前な俺お前のタバコつけたままどっかふわーっとまたふーっとアホみたいに行くやろなんでつけたままあれ俺何本消してきた思てんねんお前家でもどうせあんなことしとんねやろそのうちな家燃えてチリチリパーマになるわ
それドリフみたいに言うなお前。いやほんま流そうや、気分悪いわ。ちゃんと意味があって流さへんのじゃボケ。はあ、どういう意味あんねん、それ正面流せん。また俺はそこに戻るで。やかましい。テリトリー流せからでも戻れるじゃないか。流そうやん、流しちゃえボケ。うんこは流すくせに正面は流せへんよな。お前うんこ流せへんやん。いや流せへんやない、流れへんかったやな。そんなことあれへん。でっかいうんこしやがって。見たんかお前俺がでっかいうんこしたん。でっかい。待てこれ言い過ぎや。これは言い過ぎやろ。これなんて夢のでかいやつかなと思った。夢関係ないの。あ、そうはまあ関係ないけど、それはどうでもいいんですよ。もうちょっとほんま俺もちょっと聞いて、もう腹立ってまんねん。な、だ誰かに。あのな、うん、箱根の彫刻のね、ね、この話もうみんなほんま聞いて、そしてもうカットせんと流して全部。もう俺はもうここで喋るから何やの。な、俺が彫刻の森の美術館夜に女の子と二人で行ってたという話があったわけですよ、はいはい、ね、はいはい、俺は知らんって言ってんねん、行ってないって言ってるんですよ。しかも記事を読ませていただいたらですよ、帽子もかぶらずサングラスもかけずもうすっぴんで寄り添うように歩いてた。わしは大スターじゃこら。大スターは言い過ぎた、大スターは言い過ぎたけども、そんなことできるか。いやいや、なんとも言われへん。君のその時の精神状態は分からへんから。いろんな顔を持ってるからね。その時はたまたまそういう状況やったんか分からへん。ほいでじゃあ俺がやっぱ腹立つのがずっとじゃあ俺何回言うたら、今まで何回かそういう目に遭うてるけど写真がないの。写真なんかないよ。焦ってるやろ。写真なんかないね。あ、見たやろ、俺も一瞬そうかと思ったんや。彫刻の森にアベックが二人歩いてんの。俺も見た時と思ったんや。なんでドキドキしてんの。ドキドキはせえへんけど、なんやこの写真と思ったら全然関係ないアベックの写真がごっつい遠巻きに歩いてる写真、もうあんな見たら俺みたいやん。ね、そんな写真ないんやって。ほな別に言わんでもええやん。いやだから何やねんやろ、いつ撮られたんやろって感じか。腹の底で怒ってまんねん。それはわかるけど出さんといてや、気分悪いから。もう腹立ってしゃあないわ。もうそういうのどっかの誰かみたいに写真撮られたら俺も逃げも隠れもせえへんって。だからほんまにないのにそんなことされたって。本人に確認取ってきて本人知らん言うてんのに、もう記事にしてやね、もう何結婚間近みたいな書き方してやがる。わしは来週コンパあるっちゅうんや。別に結婚間近とコンパ関係あれ。結婚マジか。違う、そんなこと言われたらコンパでちょっとモテへん。ちょっとお前嫌なしちょっと食いつき悪い。そんなあったら、あ、そうか、ちょっと噂あったらもうそれでお前にしたらはい書かれんのちゃうかって。どうでございます。お前なんてケツの穴のちっちゃい男なんや。ほいでほいでやねん。で俺出ますよってもう知らんって言うてんのに出しますって言うから、もうなんか勝手にしてくれ、出さんとけって言うたって出すんやし。そらそういいっすわ。そらそうっすか。ほんなの当日ね、俺マンション出てきた、マンションの前にあのねどっかの一曲だけ来てたんや。ただ俺何やのその日、なんか金曜日の夜らしいねんけど、その日俺アリバイがないねん。聞いたらその後日談として聞いたらやな、その相手はやな7時過ぎぐらいまでその日銀座でテレビの仕事してるんですよ、何やねん。夜の7時過ぎに銀座でお前その必死になったら余計なんか必死で隠そうとしてるような気にしてしゃあないわ。もうさらっと行こう、さらっと夜の7時に、いやいやいや、お前それ極端すぎるやん。夜の7時に銀座で仕事してる人間と落ち合ってですよ、
箱根行ったら何時なんねん。いや、ピカソも寝てるっちゅう。何よでしょ。いや、まあまあそうやけどやな。で、向こうにはアリバイがあったわけでしょ。ね、もうだからもうこれでもう俺も結構言いたいこといっぱいあったから、うん、どうせまた明日の朝、うん、マンション降りたら何個か来とるやろうから、うん、そこで俺も言うたろう思って、うん、にっばーって出て行ったら誰もおれへん。軍手落ちてたわ。誰もおれへん。釈明もできへん。結婚では秒読み間近や、来々週コンパやっちゅう。いや、軍手よかった。軍手いいな。腹立った。軍手だけは落ちてたんや。ほんま腹立った。そうか、そりゃかわいそうや。ほいね、俺は見てへんねんで、人から聞いてんけど、どっかのワイドショーがそれをやってて、うん、ほんで、いや、これは多分違いますねって言うてくれたレポーターがおった、いうこと言うがな、なんで違うかって理由が、あのまっちゃんがそんなロマンチックなところに行くわけがないですよ。なんやねんその理由は。なんじゃえその会見は。会見ちゃえんじゃん。エロさんの喋りやろ。わしめちゃめちゃロマンチックや言う。ロマンスティックや。もうええわ。何やスティック。何やロマンスティック。え、星に乗りたいと思ってるの。もうええ。死ねえはよ。もう早う死んでほしいな。お前な、相方に早う死ねえ。その話はワイドショーで。ちょっと痩せたんや。その話は終わってた話かも分からへん。それをお前がここで蒸し返するかも分からへん。確かにそれも言えんねん。そやろ、終わってるんかも分からん。終わってるかも分からんけどな。でもそれはもう結婚秒読み前いう終わり方されてんねや。せえへんっちゅうねんわし。なんで。金ないがな。そんな金もないし。結婚には金がいんねやで君。相手もまずおらんがな、わしは。なんかこういう話したら、なんかこいつらってなんか静かに人の話する。なんか、いやもうちょっとマジ入ってる。ちょっとマジ入ってるよな。怖いわ。何言うねん。何言うねん。爆弾発言あるんちゃうか。もしかしてここで。ああでも俺結婚するんやったらガキで言うたってもええで。いやそれは別に自由ですよね。ガキで言うて最後マイク置いて帰るから。いや、なんで。まっちゃんまちゃんこんにちは。ところでプレイボーイのまっちゃんは女の人にキスマークをつけられることを怯える方ですか、それとも堂々と違うのに見せつける方ですか。キスマークってね、うん、最近つける。つけるって言われてる。なんかちゃうねん、なんか一昔前じゃなかった。ああ、そうね、そういうのって。そうね、20歳ぐらい。うん、だから10年ぐらい前。ついてるとかついてないとか。そうなんか、その頃はね、キスマークっていうのが一つのなんか愛情表現やったけどね、今そんなキスマークなんてつけへんよな。ね、つけないですね。ただお前たまにつけてたよな。いつ。昔よ。あ、昔な。気づいたついてるんですよね。よう言われてたんですよ。じゃあそれがキスマークかどうか分からへんけ。蚊に噛まれたかも分からへんし。かっこいい。なぜ田舎の学校ほど自転車で通学するときヘルメットをかぶるのですか。いや、あれだから岩を追ってきたりするからでしょ。アホかお前は。なんでや。なんで、なんか崖ぶち走ってるやつおるやん。お前な、岩を追ってくるようなとこに通学路があってな、ヘルメットかぶって助かるか。それは真実なんですよ。その答えはもう正しい。それはお前、この辺ヤクザ多いからちょっとグラサンかけて歩こうみたいな。全然やかん。気の持ちようじゃないですか。なんか追ってきた時、まあメットかぶっときゃっていう、なんかそんなことあれへんねんで。ああ、まず岩なんか追ってきて、そんなもん、そら死んでまいますよ。でも吸うよりなんかかぶっときゃみたいなあるじゃないですか。気の問題ですよ。え、でも都会はなんでかぶれへんのやろ。だから別に
それ歩いてて岩追ってくることないでしょ。都会もいろいろ追ってきますよ。それはやっぱり工事現場の下とかですよ。いや、まあまあそれはね、それ知ってるやつは上からハンマー落ちてきて当たったことあるんですよ、高校の時の。それ死ねへんかった。死ねへんかって素で金づちガーン落ちてきたんや。うん、でどうなの。いや全然平気やそれはないわ。倒れたやろ。とりあえず倒れへんねんって。それはないわ。じゃあほんまやねんって。俺こうやって連れと喋ってたんですよ、そいつと。わーってなんかの話してたんですよ。ほんな上から甘いって言って金槌ガーンって言ったんですよ。ほんでもう金槌といえばな。嘘つけよ瞬時にそれ見て金槌といえば。金槌で思い出したけど、お前あれやで。どんな話やで。金槌の話ってどんな話。いやいやいや、もう泳がれへんやつおってなんやかんや。あ、そっちへ持っていったんや。そういう話に話膨らんでやね。嘘つけ。ほんまやっちゅうねん。いや、そう、うん、あ、岩がおってくるからな。岩っていうか、まあほら獣出てきたりするじゃないですか。獣出てきて、メットをかぶってたらなんやねん。獣が、メットや思って、うわぁ。いや、それも気の持ちようや言ってるから、 もしかして頭かぶりつかれた時にっていうことを考えたら、かぶっときゃ大丈夫やろっていう気の持ちようや言ってるから。別になんでお前獣がメット見て逃げないかね。それはないがな。メットに武器になるかも分からへんがな。メットではまあせめて天ぷらにするぐらいしかできない。あれも大したもんね。気の持ちようですよ。だから、なんで違うんですか、あなた。ん？何が違うんですか。まあまあいいですわ。いや言えや。もうね、ほんまにね、全然いいハガキなかったんですよ。あ、そうですか。ごめんね、今日はもう終わってきますか。いや、ほんまにないんですよ。もう一枚。何そんなの。シュリン。はい。なぜ田舎の学校ほど自転車ヘルメットをかぶる。いや、それはね、岩とか追ってくる場合ありますよ。いや、危ないじゃないですか。お前岩ってよ、お前。なんぼお前岩追ってくるなんてことでも、お前ヘルメット追ってきた。ヘルメット追ってけえへんけども、岩追ってきたってお前ヘルメットでは助からんやろ。気の持ちようじゃないですか。そんなもんお前この辺ヤクザ多いから言うてサングラスかけて歩いてるのと一緒やんけ。何言うてんねん。他お前獣出てくるかも分からへんわな。獣はほな何や、うわー、あめっちゃや思て、うわー。気の持ちようですよ。何、もう一枚。シュリン。なぜ田舎の学校ヘルメットをかぶるのですか。